して。落ち着いて。第52代横綱北の富士勝昭、1942年3月28日生まれの北海道旭川市出身です。1957年1月場所に初土俵、1964年1月場所に新入幕、1970年3月場所に横綱に昇進し、1974年7月場所で引退しました。現役を引退した後は井筒部屋を起こし、1977年に第12代九重を襲名して九重部屋を継承し、第58代横綱千代の富士、第61代横綱北斗海など数々の名力士を育てました。日本相撲協会を退職した後は NHK で解説を務めています。元大関以上の人が専属の相撲解説者を務めるのは NHK 放送開始以来初めてのことでした。そんな北の富士の辛口コメントには定評があり、特に白鵬に対しては辛辣ともいえるコメントを数多く残しています。北の富士が白鵬の現役時代に彼に向けて言ったコメントをいくつかご紹介していきます。呆れる行動。2021年の名古屋場所14日目のこと。この場所白鵬はこの日までに13連勝しており、14連勝をかけて大関の正代と対戦しました。この日の取り組みで白鵬はなんと立ち合いで仕切り線から大きく後ろへ下がりました。白鵬の足は俵付近にあり、一歩でも後ろに下がれば土俵の外という状況です。北の富士はこの白鵬の行動について次のように言っています。まるで食切りのようだ。食切りならまだ笑いがあって楽しいが、この相撲は背筋が凍るような後味の悪い一番だった。軍配が返ると白鵬は静かに立ち、左から張っていきました。そして右からも張って正代を土俵際まで持っていくと、最後は右の下手を掴んで浴びせ倒しました。正代は強烈な張り手で反撃する気力を失い、呆然となってしまいました。最後にうっちゃりを見せて少しは反撃したものの、白鵬が勝利しました。呆れてものが言えない。北の富士のこのコメントを聞いた NHK のアナウンサーが、やはり白鵬の右膝は万全ではないということが伺えましたと北の富士に話を振ると、北の富士は次のようにコメントしています。それでもやってきたわけです。ああいう相撲を取らなくても相撲を取れる。やっぱりいけませんよね。何としてでも勝つと言って、今まで他の力士を圧倒しているんだしね。一番勝負ですから何が起こるかわからないけど、44回優勝した大横綱がやっていいことと悪いことがあるんじゃないかと思いますよ。この時向正面の解説をしていた舞の海秀平もこれに続いてコメントしました。それとですね、これまで歴代の横綱が守ってきた伝統とか価値観が壊れてしまいますよね。昨日のような相撲を取られると。こういう厳しい声が上がるのは横綱も分かっていると思いますが、という NHK のアナウンサーに対して北の富士は厳しく言い捨てました。おそらく承知していると思う。それだけに立ちが悪い。北の富士はさらに次のような非常に厳しいコメントも残しています。私はこれまで白鵬の理解者だと自負してきた。これまで大鵬、北の海、貴乃花の3人しかいない。功績の大きい力士に認められる一大年寄りという制度がある。白鵬の相撲界への貢献度はこの3人の一大年寄りよりもはるかに高いと思ってきた。子供の相撲大会を10年も続けて、そこから相撲界へ飛び込んだ者もいる。内弟子にも石浦、炎鵬など将来を期待される力士もいる。白鵬の弟子を育成する手腕を認めていた。しかしこの内弟子たちにこの相撲をどのように説明するつもりなのか。この日で白鵬の理解者は辞めることにした。文化の違いだと思って見過ごしてきたが、この正代戦は理解できないし愛想が尽きた。横進をはじめ昔から相撲を見ている人の反応が恐ろしい。バカなことをしてくれた。千秋楽はせいぜい全勝優勝するがいい。しかし
まともに言っては照ノ富士には勝てないよ。誰の忠告も聞かない。翌日の千秋楽結びの一番、白鵬は全勝優勝をかけて横綱昇進を確実にしている同じく全勝中だった大関照ノ富士と対戦しました。この一番は立ち合い前に長い睨み合いから始まりました。両者立ったまま鋭い視線をぶつけ合います。そして立ち合い白鵬が張って出ました。この左からの張り手に右からのかち上げ、白鵬は左へ回り、これまでの張り手への批判を全く気にする様子もなく張り手を連発し、右を差して左上手を取りました。土俵中央で胸を合わせ巻き替えに来る照ノ富士に対して決めるように何度も強引に小手投げに行き、土俵にねじ伏せました。勝利した瞬間、白鵬は大きく雄たけびを上げて右手を振り上げてガッツポーズ、なりふり構わず45回目の優勝を果たしました。北の富士は勢いと安定感で照ノ富士が有利かと予想したが、相撲が長引いて膝の影響を受けてしまうと良くないので、早めに勝負をつけたい照ノ富士の出足を逆に生かした白鵬の勝利であった。最後は経験、やはり白鵬は強くてうまかった。という反面、次のようなコメントを残しています。ほとんど病気、まさにそれだ。白鵬には記録を破ることしかなく、誰の忠告も聞かないだろう。北の富士は続けます。これだけは言っておこう。今場所の二大関の休場、日本人力士の不甲斐なさ、これらに助けられての優勝だ。今場所の相撲が今後も通じると思わない方がいい。今回の白鵬の優勝で角界が盛り上がることはないだろう。白鵬の強さは認めたものの、その取り組み内容には納得がいかない北の富士でした。いかがでしたか。北の富士は白鵬に対して多くの苦言を呈してきました。しかしそれは北の富士が白鵬のこと、そして日本相撲協会のことを案じてのことでした。北の富士は白鵬の引退後、年寄資格審査委員会で白鵬の独立に注文がついたことを挙げて次のように言っています。私も随分白鵬の言動に苦言を呈してきたが、部屋を持つ資格がないとは言えない。そして最後に北の富士の白鵬に対する愛情あるコメントを紹介します。白鵬は勝負への執着は度が過ぎていたものの、これは相撲を愛しているからこそのことである。これまでのことは十分に反省しているだろう。東日本大震災の時は慰問を熱心に行い、白鵬杯では世界の子供たちに相撲の楽しさを教えてきた。この大会から阿武咲など多くの力士が入門している。白鵬の功績は大きい。白鵬はすでに石浦、炎鵬、北青鵬といった力士を育成している。力士を育成する才能があるようだ。立派な部屋と力士を作ってくれ。北の富士が辛口なコメントで力士を鼓舞するのは、その力士や相撲協会がこれからも発展しいい方向へ進んでほしいと願うからこそです。これからも北の富士らしい解説を多く聞いていきたいですね。